はい、皆さんこんにちは。今ですね、東京司法書士会の、前です。ここ後ろの、ね、青い、看板立っている、そのそばにあるのある、ビルが東京司法書士会なんですが、今ですね、東京司法書士会の、理事選挙ですね、立候補してまいりました。で、私はですね、 YouTube 結構めちゃくちゃ活用しているので、ちょっと司法書士会の、選挙活動を YouTube でやっていいかとか、まあ、そういったですね、詳細とかを確認するという作業に少し時間がかかりましたけれども、なんと、無事ですね、とりあえず届け出は受理されました。あとは、まあ、ここからですね、ちょっと選挙期間が微妙になんか長くて、どうなっていくかというところなんですが、候補を自分で作ったりとかしてね、その審査とかしたりとか、はい、しました。なんとなく事務局の女性の方がですね、私の選挙候補を褒めてくれて非常に嬉しかったですそんな感じで、そう、立候補者は今日初日なんですけど、幹事が多分3人、できると思うんですけど、それがまだ、0人でした。で、多分理事が、30人ぐらいは立候補できるのかなと思うんですけれども、33人かな、まだ10人ぐらいで、私含めて11、12とかそのぐらいで、会長は1人なんですけど、まあ、すでに1人立候補されていたということで、まだまだね、増えるとは思うんですけど、ちょっと何人ぐらいになるのかな続報とかね、皆さんにお知らせしていきたいというふうに思います。ということで、今日は四谷市公所大会の前からでありました。